ザ・ストロングエストチーム、堀田由美子、レジー・ベネット組です。まずこのストロングエストチームのセールスポイントをお聞かせください。やっぱり一言言ったらパワーですね。パワーなら誰にも負けないです。 We got power, we've got attitude, we're out there。 お互いをどう評価してますか？やっぱり頼りになるし、まあお互い、私も頼りにされたいです。I'm very happy to have Hota as a partner. She's very strong, and I'd rather have her on my side than kicking me. そしたらズバリ優勝候補の一角だと思うんですけど、あとライバルチームがいたら教えてください。ですね。やっぱりみんな、すごいチームだと思いますけど、やっぱり北斗の持っているスリアブリタッグチャンピオンにね、勝ちたいです。I think she's right. That's going to be a tough team to beat, but hey, we can do it. ジュニア代表チーム、前川久美子、チャパリータ、アサリ組ですけど、このチームのセールスポイントをちょっとお聞かせください。まさみさんの空中殺法と自分の蹴りが試合に生かせるといいと思います。やっぱり自分は飛び技と前川の蹴りがお互いが全然違うスタイルなんで、それを生かして頑張りたいと思います。お互いをどういうふうに思ってますかね？スカイツイスタープレスとかはどの選手もできないんで、やっぱりそれで一つでもホール奪えればいいなとは思ってます。やっぱり前川も自分にはできない蹴りとかを使ってくれてるんで、それをどんどん生かして自分もそれをカバーできるように頑張っていきたいと思います。それでは今大会の抱負を一言ずつお願いします。本当は玉田と田村チームも出るんだったんですけど、玉田が骨折しちゃったんで、自分たちが一番下なんで全敗にならないように一勝でもできるように頑張りたいと思います。ジュニアの代表らしく先輩の壁にガンガンぶつかっていきたいと思います。
10分39秒、10分39秒エビオタニオリレジー・ベネット選手の勝ち。これまして赤コーナーレジー・ベネット堀田由美子組の勝利でございます。危なげない勝利でまず幸先一勝を挙げました堀田レジー組ですけども、そうですね、前かあさり組にはね負けてられませんからですね、まあちょっと遊んでやったかなという感じですか。Well, this was pretty tough for me. It's like 1 o'clock in the morning for me in the States. I just got back, but I mean, I'm happy we won. I wish we'd have done better. I mean, but it's just started this league and we're going to kick butt. I know we will. Once our timing gets there and our teamwork gets in, we'll be ready for anybody. 2人のチームワークもバッチリで最後の連携のパワーボムは見事でした。残りのリーグ戦はどうですか？そうですね、やっぱりタッグという意味をよく考えながら、やっぱりね、個人個人であれ、まあ、いろいろやることもあるんですけども、やっぱりタッグだから、2人のこう連携プレーというか、もうやっぱりこうパワーじゃないとできないような連携プレーをもっともっと出していきたいなと思います。